こんにちは、フットサルボーイズアーダルベルト学院火山院開拓の馬場純平です。今回、フットサルボーイズのキャストメンバーがですね、全5校のチームごとでいろんなことに挑戦するチャレンジリレー動画ということで、アーダルベルトは即興物語リレーというものに挑戦させていただきます。僕の前がですね、結城新役の新井さんということで、新井さんはですね、しっかりしているように見えて多分しっかりボケてくると思うんで、そこはですね、注意しながらですね、僕も頑張っていきたいと思っております。ということで、今回、僕のチャレンジの時間はですね、制限時間60秒ということでですね、前の人たちがね、どんな、ものを書いたかっていうこと知らないんですよ、今。だからまあ、多分その新井さんがしっかりボケてるだろうなっていうことだけは予想できるんで、まあ、そこからそのキラーパスをですね、さらに僕が宮瀬にキラーパスで返すことができるのかっていうね、決して僕も優しいパス出さないんで、そこはね、次の宮瀬はちゃんと苦しんでいただければと思います。ということで、早速チャレンジしていこうと思います。いくぞ。早速、チャレンジということで、これまでの作品、読ませていただきたいと思います。ということで、スタート。すごい誤字があるんですけども、なるほど。うわ、どうしよう、何も浮かばないぞ。ということでですね、これまでの物語も含めてちょっと流れをですね、読ませていただきたいと思います。ということで、まず始まりのお題が、ある日の練習終わりに、山本くんの回答が、双葉は、メンバー全員ラーメンを食べに行った。次の峰田くんの回答が、ルイはチャーシューを5枚ましたということでですね、意外と体に気を使っていないということですね。そして村上くんの回答が、久我は油増し増し味濃いめを注文した。これ多分久我じゃなくて村上くんですね。これは村上すごい食べるんで、はい。ということで次の新井さんが、結城は隣のイタリアンが食べたいから見守りましたということで、なるほど。そして、僕の回答がですね、ちょっと急いでたんで字がぐちゃぐちゃなんですけれども、カイトは空気を読まずにタピオカを飲みに行った。そしてここの先が重要なんですけれども、ここでグラブフォービクトリーが流れ出すということでですね、これが重要なんですよね。これさえ流れておけば、最後の宮瀬がどんなにボケてもなんかいいことをやってる風になるんですね。それだけのパワーを持ってる楽曲なんで、僕らアドベルト楽曲は。はい、では次がラストということでですね、最後のチャレンジは、京極星役の宮瀬直也くんとなっております。彼も、誠意に負けず劣らずですね、トリッキーな人間なので絶対何とかしてくれると僕は信じております。ということで、最後までアーダルベルトのチャレンジをぜひ見守っていただければと思います。ここまでは、火山院海斗役の馬場純平でした。また会いましょう。ありがとうございました。